再婚したタレントの上原さくら、43が妊娠を報告した。上原さくら、43が妊娠を報告した。上原は22日、体重17キロも増えました。のタイトルでブログを更新。時々私や夫のブログにもしかして赤ちゃんいる？とメッセージをいただくことがありましたが、ここまでお返事できずにいましたと書き出し、だって私、その昔、浮かれて皆様にご報告した後に悲しいことになってしまって、私自身とても辛かったのですが、どこへ行っても皆さんにまで、その件でお気遣いをいただいてしまって申し訳なかった経験があるので、この話題をするのがとても怖かったのですと、報告できずに行った事情を説明するとともに、でもここまで来て、もうお話ししても大丈夫とした。また、上原の夫はブログで、もともとかなり細身の妻は、ベッドで布団をかけて寝ているとぺたんこすぎてまるで、いないように見えるほどだったのに、ここ最近はかわいそうになるほどパンパンに、お腹が大きくなり、少し動くのも苦しそうです、と、タトゥー入りのお腹が大きくなった妻の近影を公開。手を当てているとにょぼにょぼと、ドーク赤ちゃんは本当に元気で、耳を当ててみたら私のこめかみを全力で、キックと胎児の様子を綴るとともに、今の私は、愛する妻に似ているであろう可愛い赤ちゃんを抱っこする、瞬間に、向かいけて、全力で彼女を支えること。それだけですとした。上原の夫は、ブログで、もともとかなり細身の妻は、ベッドで布団をかけて寝ていると、ぺたんこすぎて、まるでいないように見えるほどだったのに、ここ最近はかわいそうになるほど、パンパンにお腹が大きくなり、少し動くのも苦しそうです、と、タトゥー入りのお腹が大きくなった妻の近影を公開。手を当てているとにょぼにょぼと、ドーク赤ちゃんは本当に元気で、耳を当ててみたら私のこめかみを全力で、キックと胎児の様子を綴るとともに、今の私は、愛する妻に似ているであろう可愛い赤ちゃんを抱っこする、瞬間に、向かいけて、全力で彼女を支えること。それだけですとした。上原は2003年にアパレルメーカー社長と結婚したが、9年に離婚。11年に建築ゼキ連会社社長と再婚したが、2013年に離婚が成立した。昨年12月に一般男性と結婚したことを報告した。